この照明はジョージ中島が1961年頃にデザインをした中島デスクランプ1です。このランプの最大の魅力はやはりこの台座でしょうね。アメリカンウォールナットの端材をそのまま流用しています。自然の形そのままを使ったまさに中島らしい台座になっています。この目の前の個体は桜製作所さんが製造している現行正規品です。シェードは和紙に見えますがワーロンシートを使っています。輪っかの部分の色の薄い部分はアメリカンフォリーです。シェードの部分はすっきりした構成になっており、台座の存在感がより生かされています。これはジョージ中島自身のスケッチです。ヴィンテージオリジナルではこのような形が存在しました。中島デスクランプ1はこのサイズですね。電気をつけてみます。モダンで素敵な光り方です。オリジナルのこのシェードはワーロンシートじゃなくてグラスファイバーだったそうです。和のテイストを持ったこのデザインにグラスファイバーを使うというところが日系のジョージ中島らしさかなと思います。その台座が天然のアメリカンブラックウォールナットをそのまま使うっていうのは、まあとにかく贅沢ですごい一品です。ライトを光らせることによって台座の陰影が浮かび上がってより楽しめます。ちなみにヴィンテージ市場でのジョージ中島のランプは高額です。アメリカの著名のオークションでこの中島デスクランプがですね、まあ、同じサイズでだいたい200万から300万ぐらいで取引されてるんです。それが以前の情報ですから今だったら多分もっと高額です。数も少ないですし高値で取引されますし、ジョージ中島のデザインというのはこれからもっともっと価値が上がっていくと思います。そう考えるとまだ今のうちかもしれませんね。手に届く範囲の値段で、まあ、こうした現行品が手に入るっていうのは素晴らしいことです。でもそれが先々どうなっていくかは心配ですね。天然の素材使ってますし、まあ、材料とかがいつまでこういうのが今後もあるかって言われるともう私も当然わかんないですし、本当に貴重なものになっていくんじゃないかなと、まあ、とにかくこうしたモダンな名作照明っていうのを、まあ、一つ持ち続けるっていうのはかっこいいと思いますので参考にしてみてください。今回はこんな話でした。では